バイキングにて、堀江さん、堀江さんじゃない、堀千恵美さんのブログに誹謗中傷を続けていた主婦を書類送検したっていうニュースやってましたけれども、何やってんだっつ感じっすよ、本当に。しかも、堀江さんがご自身で書かれていたブログ、 の記事よりも他のネット、まあおそらく5チャンネルとしか思えないんですけどね。2チャンネルと名乗っていて、ひろゆきが管理人だった頃は、もうに結構賑やかだったんですけれども、もう今じゃ見る影もない、そんな5チャンネルの書き込みに洗脳されて、あんなことをやったっていう、 典型的なついフェミですね。というか、本当に洗脳の恐ろしさを、自ら書類送検されたことで、みんなに伝えたっていうことですかね、あれは。 そういえば漫画家の人を <laughs> がよく叩かれているっていうふうなのをツイッターとかでしょっちゅうありますけれどもだけど大抵それの叩かれているっていう原因を自分の胸に聞いてみろとか 過去の君がそうしてるんだっていう風に言ってるんですけれどもそれの出どころって 100%5 チャンネルなんですよね5チャンネルに書いてあることってほぼ100%みんなが面白おかしく改ざんした情報ばっかりなのに それがよく見ているスレッドがどんどん伸びている当たり前でしょう。注目されたいように書かれた改ざんされた情報なんですから。でも、まともな人だったら、あ、これはスレッドが伸びるように改ざんされた情報だっていうふうにすぐに気づくんですけど、 まあ、まともじゃない人は、改ざんされた情報を、あたかも真実かのように、見せる。見せるんじゃない。思い込む、または洗脳されてしまって、本当の方の情報を、改ざんされた情報、嘘の情報っていうふうに思い込んでしまうという、 典型的なニュースでしたね。ま、今回の書類送検で、そういった洗脳されたまたは、ある一つのサイトに書かれている嘘情報イコール真実だと思い込んでしまう人が、 ツイッターやらブログやらを、その人のツイッターやらその人のブログやらをぶったたいて、まあ、あ書類送検される。まあ、たかだか、そして、書類送検された主婦の一言、みんな言ってるから。あそうそのみんなっていうのは、 5チャンネルのスレッドをものすごい長く書いている人たちのことでしょうか。ああいうのは昔よくあった。同じ人が、まあ、いろんなサーバーやらクシやら昔は流行りましたね、プロクシとかっていうのを。 自分はよくわかんなかったっすけれども、そいつを通して、あたかも、一人なのに、何人、何百人、何千人と書いているように見せかけるための文で、実際はほとんど一人ないし、二人または三人、そのぐらいしかやっていないっていうのをみんな言ってるから、アホってな感じですわ。ま、ただ、 正直今回のニュースに流れていた書き込み等を見てると実際あなた本当にがん患者を目の前にしたことがありますかっていうふうに言いたいです書き込みにあった 舌癌の人がそんなに苦しいのを見たことがない。当たり前でしょ。あなた自身が見たことないというか、おそらく癌患者そのものを目の当たりにしたことがないんでしょうね。どんだけ苦しい辛い痛いか。本当に。あのニュースは見てて腹立ちましたね。まあ、ツイッター、ブログ、など。 本当に、ついフェミやら、アンチやらいますけれども、どうスト、書類送検逮捕。思いっきりされますからね。今すぐについフェミ、アンチは足を洗った方がいいですよ。これ以上やりたかったら信念を持ってやるようにと。